いい総平でございます。皆さんありがとうございました。今日は16分という短い時間だったんですけれども、防衛省安倍政権が自衛隊にも海兵隊的機能が重要であるというふうにして、一気に今進めている長崎県佐世保港での陸自そして海上自衛隊の一体となった新たな基地建設、そしてその水陸機動団を紛争地に、現場に迅速に大規模に展開するのだということで、オスプレイが佐賀空港の配備を進めようとしているわけですが、これは絶対に許されないし、進めることなどできないという問題について、総理と中谷大臣と議論をしたわけです。全体としてですね、どうも安倍政権は波風を立てたくないという思いがありありと感じられる、そうした淡々とした答弁を中谷大臣、務めているようにも感じましたけれども、ご覧にいただいたかと思うんですが、この佐喜部という地域に、もともと佐世保重工業が持っているこの土地を、これ、契約額を非公表だと言って、昨年取得をして、ここにアメリカから導入をする水陸両用車、これは22トンもの重さがあって、敵地に上陸をしていくための車両なんですけれども、これをこの佐世保の港でも運用する、そしてその隣の東側の地区にですね、アメリカから返還を受けた土地、ここに海上自衛隊のこうした L 字型の巨大な岸壁を作って、オスプレイが着艦でき、上陸用の L キャックという舟艇や、この水陸両用車も格納して、殴り込んでいく、そうした大型艦船を着岸し、大きく回答もできる、そうした基地にしようとしている。そして来年度予算で、その具体的な着工もですね、していこうという、そうした計画を国民の皆さんに大きく知っていただきたいという思いで、このことを明らかにさせました。ご存知の方も多いかと思いますが、佐世保というのは明治以来の鎮守府が置かれて以来の強大な軍港が建設をされてきました。今新たに海上自衛隊がと陸上自衛隊が一体となって作ろうとしている部隊と同じ装備、そして同様の機能を、もともとボノム・リシャールという米軍の強襲揚陸艦がを中心とした部隊が、この米海軍がここを拠点としており、イラク戦争やアフガンの戦争にも参戦をしていったわけですけれども、沖縄と常に連動して、沖縄の海兵隊をこの艦船に乗せて出撃をしていっています。そのすぐ隣といいますか、同じ港のど真ん中に、今度は自衛隊がそうした部隊を作っていく、こうした建設計画というのは、佐世保港の自由を奪うものであり、そして日米が一体となって出撃をしていく戦争法のまさに具体化に他ならない。質問の冒頭で、一昨年に河野統幕長がダンフォード海兵隊司令官と会談をした際に、戦争法が強行されることで法的基盤が整う、そうするとこの水陸機動団の部隊の真の役割が拡大をすると、そうした発言をしていることも明らかにいたしました。こうした戦争法の具体化を一切許さないという国民の皆さんの世論を大きく広げて、私たち何としても阻止をするために頑張りたいと思います。合わせてですね、この佐世保とわずか60キロの佐賀空港に導入するオスプレイを配備をしたいと、そういうふうに安倍政権は言っているわけですけれども、その佐賀空港は軍事利用は許されないという歴史的な公害防止協定という重い約束があり、
この佐賀空港の軍事利用、これはずっと阻止をされ続けています。今も佐賀県知事は国の提案に対して疑義を突きつけて41項目の質問書を出しているところですけれども、漁民からも自衛隊のオスプレイが来るということになってもこれは絶対に許されない、事故の危険は大変なものがあるという声が上がっているわけですね。国民の皆さんとともにこうした戦争法の具体化をの一つ一つを絶対に許さずに、何としても廃止という声を大きく一つにして、野党の共闘、国民連合政府の樹立のために私たちも力いっぱい頑張っていきたいと思います。皆さんご一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。